ジョンディ・カーマックはアメリカ合衆国のコンピュータプログラマー、ゲームクリエイター、エンジニア、コンピュータゲーム会社 ID ソフトウェアの共同設立者であり、ID が開発した作品、ウルフェンシュタイン 3D、ドゥーム、クエーク、コマンダーケーン及びそれらの続編作品の主任プログラマーを務めた。また、シャドウボリューム用のカーマックのリバースアルゴリズムなど、 三次元コンピュータグラフィックスに革新をもたらした。2013年に ID ソフトウェアを退職して、オクルス VR で CTO としてフルタイムで働き、2019年からは同社のコモン CTO を務めている。FPS の生みの親として知られる。カーマックの父親は、ローカルテレビ局リポーターのスタン・カーマックである。カンザスシティの都市部に住んでいた子供の頃から、 コンピュータへの関心を持っていた。その後、ミズーリ州のレータウン近郊のプレイリービレッジに、ある、シャウニーミッションイースト高校に進学した。デイビッド・クシュナーの書籍、マスターズ・オブ・ドゥームによると、カーマックは14歳の時、アップル2を盗むために学校に侵入して逮捕され、精神鑑定を受けさせられた。カーマックは1年間少年院に入ることになった。もし捕まっていなかったとしたら、 また同じようなことをすると思うかという質問に彼はおそらくと答えているが、カーマックはおそらくとセラピストの言った言葉の繰り返しを省略したのだという。彼は水売り大学カンザースシティ校に進学2学期にフリーランスのプログラマになるため退学した。カーマックはルイジアナ州シュリーブポートのソフトディスクに雇用されて、 ソフトディスク GS を作る仕事をすることになった。そこで、ジョン・ロメロ、エイドリアン・カーマックなどの ID ソフトウェアの主要メンバーと出会った。IBM PC 向けの格月間のゲーム購読型プロダクトゲーマーズエッジの仕事がチームにアサインされたが、このプロダクトは短命に終わった。ソフトディスク在籍中の1990年にカーマックとロメロたちは、 コマンダー・ケーンを作成した。このシリーズはアポゲーソフトウェアから発売され、1991年からはシェアウェアとして配布された。その後カーマックはソフトディスクを離れて ID ソフトウェアを共同で設立、現在も在籍している。彼は様々なコンピュータグラフィックスのテクニックの先駆者でコマンダー・ケーンで使われたアダプティブタイルリフレッシュハバータンクさん d カッタコム 3D、ウルフェンシュタイン 3D における光の投射は新しい技術だった。バイナリースペースパーティシャニングを最初にゲームで使ったのはドゥームである。サーフェイスキャシンは彼がクエイクのために発明した。カーマック、エスリバースはドゥームさん、メガテックスチャーはエネミーテリトリー、クエイクウォーズのために発明した。彼はコマック。 エスリバースの最初の発明者ではないが、先行研究のことを知らずに独自でこのテクニックを発見したという。カーマックのエンジンは、他の有名な一人称視点ゲーム、ハーフライフシリーズ、コール・オブ・デューティシリーズ、メダル・オブ・オーナーシリーズなどでも使われている。カーマックは、妻と一緒に旅行に出かけた時、妻の携帯電話を借りて、ゲームを遊んで、ゲームがつまらないことに気づいた。 モバイルゲームを作成することに心を決めて、旅行から帰ってきてから取り掛かったのが、o ーム RPG である。2010年3月11日に開催された第10回年次、ゲームデベロッパーズ、チョイスアワーズセレモニーで生涯功労賞受賞後のスピーチを行うカーマック2013年8月7日、カーマックは、オクルス VR 社に CTO として入社した。 2013年11月22日、オクルス VR でフルタイムで働くために ID ソフトウェアを退職した。カーマックの退職理由は、ID の親会社ゼニマックスメディアがオクルスリフトをサポートすることを望まなかったためであった。カーマックの両社での役割は後に、オクルスの親会社 Facebook に対するゼニマックスの訴訟の中心となり、ゼニマックスは、オクルスは、 ゼニマックスのバーチャルリアリティの知的財産を盗んでいると主張した。裁判の売信委員はカーマックの責任を免除したが、オクルスと他の執行役員は商標、著作権、契約違反の責任を問われた。2015年のゲームデベロッパーズコンファレンスでザドーン・オブ・モバイル VR について語るカーマック2017年2月、カーマックはゼニマックスを提訴し、同社が ID ソフトウェアの買収で彼に支払うべき残りの2250万ドルの支払いを拒否したとして主張した。2018年10月までにカーマックは自分とゼニマックスが合意に達したとし、ゼニマックスは私に対する彼らの義務を完全に満たしたと述べ、訴訟を終結させた。2019年11月13日、カーマックは 汎用人工知能の研究により多くの時間を割くため、オクルスの CTO を退任し、コモン CTO になると発表した。詳細は、アルマジロエアロスペースを参照ニューメキシコ州、ラスクルーセルと同州アラモゴードで開催された2005年の X プライズカップ中のカーマック2000年頃、彼は青年時代の趣味であったロケットに関心を持つようになった。 フェラーリのカスタマイズに費やしていた金額を見直したところ、趣味の航空宇宙で重要な仕事ができることに気づいた。カーマックはいくつかの地元のアマチュアエンジニアに資金提供することから始め、年間100万ドルを超える資金を自分のポケットから出して、会社に資金を提供した。愛好家の会社は純軌道飛行と最終的な軌道ビークルの目標に向かって、 着実に進歩していった。2008年10月、アルマジロやロスペース社は、NASA のコンテスト、ルナー、ランダーチャレンジに参加し、レベル1の競技で1位を獲得し、35万ドルを獲得した。2009年9月には、レベル2を達成し、50万ドルを獲得した。2013年、イベント、クエイク金2013の中で、カーマックは、同社は、当民状態と表現し、 活動が止まっていることを認めた。カーマックはオープンソースソフトウェアの著名な支持者であり、ソフトウェア特許への反対を繰り返し表明し、それらを強盗と同一視してきた。彼はまた、x ウィンドウシステムの MacOS 10への初期移植を開始したり、ユタ GLX プロジェクトを通じて、Linux 用のバングルドライバーの改善に、 取り組んだりとオープンソースプロジェクトにも貢献している。カーマックは1995年にウルフェンシュタイン 3D のソースコード、1997年にドゥームのソースコードを公開した。クエークのソースコードがリークされ、クエークの地下コミュニティの間で出回った時、ID ソフトウェアとは無関係のプログラマーがクエークをリナックスへと移植するためにソースコードを使用し、 その後パッチをカーマックへと送った。法的措置を講じる代わりに ID ソフトウェアはカーマックの要請で会社が認可したリナックス一色の基盤としてパッチを使用した。ID ソフトウェアはそれ以来、クエーク、クエーク2、クエーク3そして最後にドゥーム3のソースコードをすべて GNU、ゼネラルパブリックライセンスの下で公開した。ドームのソースコードも年に GPL のもとで再公開された。Doom 3エンジンとして一般的に知られる ID Tech 4エンジンも GPL の下でオープンソースライセンスとして公開されている。h バータンク t a n k 3D と c ッ t コ c o m 3D のソースコードは2014年6月に c a r m a の賛同を得てフラットロックソフトウェアから公開された。一方で c a r m a は何年にもわたって ゲームプラットフォームとしての Linux に会議的意見を述べており、例えば2013年に彼は Linux でのゲームのための適切な技術的方向性としてエミュレーションを主張し、2014年には Steam マシンの成功にとって Linux が最大の問題であるかもしれないとの意見を述べている。カーマックは事前団体やゲームコミュニティに寄付を行っている。 カーマックの事前寄付の受領者には、彼の出身高校、オープンソースソフトウェアの推進者、ソフトウェア特許の反対者、ゲームは好家などが含まれる。カーマックと、ほう、金カーマックは ID で大成功を収め、1984年半ばまでに328と、フェラーリテスタロッサの2台のフェラーリを購入していた。1997年、クエイクトーナメント、 レッドアナイアレーションで優勝したカタキンに商品として彼のフェラーリの一台をプレゼントした。妻のキャサリン・アンナカンとは1997年のクエイクキンで彼女が ID のオフィスを訪問した際に知り合った。賭けとしてカンはカーマックにもし彼女がかなりの数の参加者を生み出すことができれば最初のオールフィメールクエイクトーナメントのスポンサーになるように挑んだ。カーマックは 最大25人の参加者を予想していたが、参加者は1500人に上った。カーマックとカンは2000年1月1日に結婚し、ハワイでの挙式を計画した。スティーブ・ジョブズは2000年1月5日のマクワールド、エキスポに出席できるように式を延期してほしいと要請したが、カーマックはこれを断り、代わりにビデオを作ることを提案した。 カーマックと彼の妻は2004年に子供を設けている。カーマックは最後の更新が2006年のブログ、活発なツイッターアカウントを持ち、時折スラッシュドットにコメントを投稿している。ゲーム開発者としてカーマックは同時代の多くのゲーム開発者とは異なり、開発中のゲームの最終的な発売日を明言することを避けていた。代わりに、 新作の発売日を聞かれた時にカーマックは通常ゲームは完成したら発売されるだろうと答えていた2019年にジョーローガンのポッドキャストにゲスト出演したカーマックは時が経つにつれて自分の考えが変わってきたとし私は今ほとんど撤回していると述べた0時の6年間の開発期間について彼は 二年早く出荷するために必要なことは何でもやるべきだったと思うと語っている。カーマックはまたこの点についてクエイクの内部開発を振り返り、それがトラウマになったと述べ、ID ソフトウェアはゲームを二つのパートに分割してもっと早く出荷することができたと述べている。かつて ID ソフトウェアのゲームのパブリッシャーであったアポゲーの従業員もこの消臭感を採用していた。 カーマックは2012年のアメリカ合衆国大統領選でリバタリアン等のロンポールの選挙運動を支援した。カーマックは無信論者である。カーマックはピザが大好物であり、ID ソフトウェア在籍中、ほぼ毎日ドミノピザからミディアムのペパロニピザがカーマックの元に届き、15年以上同じ配達員が配達していた。カーマックは そのような常連客であったので、彼らは1995年の価格を彼に請求し続けた。時折、彼は他のプログラマーの努力を賞賛している。最初はサンディー・レルムズのビルドエンジンを書いたケンシルバーマン、後にアンリアルエンジンを書いたエピック・ゲームズのティムス・ウィーンリーを称賛した。ありがとうございます。